って立ってやるともう少し上の方ができるんですが、この首のところは立ってやると顔が下にこう圧迫されてしまうので、この辺はさっき座って、立てたりやりましたので、立ってやるとこう顔が圧迫されてしまうので、この辺この肩中あたりからでいいです。であとこっちの背中の方からやってもいいです。こっちのもう少し肩甲骨の側面内側のあたりから下がってきて、そして首の近くになったら肩甲骨の上をこの下すぐ指の下に硬いものが硬い肩甲骨があるそこの1センチぐらい下をやって、この肩関節になったらこのその1センチぐらい下を1センチ下をその下から上に持ち上げるようにやってください。この辺に僧帽筋の端がありますので、あとこの肩中腹筋が肩甲骨筋がこっちに首の頭の後ろに向かって動いています。こちらも首をやっちゃうと頭あの顔が痛いのでこっちの辺からでいいです。首をやるのは座ってやった方が顔が痛くなるんですので、でこの首の付け根に来たら肩先の方へ向かっていって、で肩先の骨の近くまで来たら今度はその下を上に持ち上げるように戻ってきてください。で、まあ、硬いところだったらちょっとゆっくりめにやったり何回かやったりします。で時々左右違いがありませんかとか、あと上と下どっちが効きますかとか聞きながらやったのですね。はい、そしたらですね、今度はですね、さっきは一番最初足から来た時には、まあ、軽くこっちが来たので、今度はしっかりと背骨の胸椎から腰椎までの両側をほぐしていきます。まず今度は今右側から骨に向かって、さっきは反対側にやりましたけど、今度は外側から骨の方へ内側に向かって中心側に向かって今4指でやってますけど、両4指でやってますけども、まず骨のより1センチ外側に置いて体重をかけていくと木の根っこのような筋がありますので、それを押すと骨の方に行きます。このこっち外側も内側も膀胱系です。でこの一番上が僧帽筋で、その下に菱形筋があって、その下に脊柱起立筋があります。でこれをこの根っこをちょっとゴロゴロとこうゴロゴロ、であんまり早くやると痛いのでこれゆっくりめに2、3回でいいです。ちょっと相手がお客さんがもっとそこをもっとやってとか、自分も僕硬いからやってやりたいなと思ったらもう少し何回かやってやってもいいです。もう自分が分からなかったらもう相手に聞いて、ここどうですかって聞いて、ここ聞きますかって聞いてやってください。腰はさっき言ったようにこの両腰でこっちからやってもいいので、腰の手前ぐらいまででいいです。腰は後からやりますので、このウエストの最初ぐらいまででいいです。また反対側に来て同じように首の付け根からまず体重をかけていってこう木の根っこみ木の根っこじゃなくて木の根っこですね。か、なんか芋みたいな筋ですね。をこう押したり引いたりします。まあ、この押すだけっていう趣味もあるんですけども、こっちがいい場合はこっちでもいいです。
て少し動かした方がいい場合は動かしてください。で、2本ぐらいある場合、凝ってる人は2本ぐらいそういう筋が感じられる場合もあります。そういう場合もしなんかこちらの今左側ですが、左側の方がなんか硬いな凝ってるなって感じたら、お客さんにこっちの方が効きますかとか、こっちの方が疲れてる感じですかとか、こっちの方がたくさんやってほしいですかって聞いて、もし相手がそうだって言ったら、ちょっと多めにやってみてください。まあ、腰も少しこうやって、あらかじめやっていいと思います。で、ここまででもいいんですが、こっち、引くっていうやり方もあります。これは、今肩甲骨の外側ですけども、引いて切ってほぐすというやり方があります。引いてほぐすというやり方もあります。押してほぐすやってましたか、今まで自分の体重で引いてほぐすというやり方もあります。いろんな方角からやるとこうほぐれやすいので、相手にいろんな刺激をこういろんな心地よい刺激を、まあ、時には痛いかもしれませんが、痛気持ちいい刺激を与えることによって相手の自然治癒力がこう高まって、自分のこうもう疲れとか老廃物を流す能力を高めるというのを助けるとかですね。でこっちからやるとまた一番最初やったように、骨の方から外側にです、骨の方から外側に、さっきと逆に骨の方から今右側の方にこんな感じになります。腰も筋がつながってるんですが、腰はこれくらいだとあまり効かないので、まあ例えば優しい感じになりますので、ここまで来てもいいです。この辺で終わりにしてもいいです。で自分の動きはなるべくは相手の 足の側から回ってください。頭側から回るとちょっとこううるさい感じがしたりする人もいますので、また同じように体重をかけて沈んだら、その奥にある筋を ゆったりとほぐす。自分もゆったりと、なるべく自分もゆったりするように、言ってください。そしてこの肩甲骨の上ですね、今度はこちら側から、この先、今までは肩甲骨の上の方やってましたが、この肩甲骨の下の方の肩甲骨の上ですね、ここをもう体重をかけて、これ押すだけでもいいですね、押すだけでもいいですね。押してちょっとこう動かしてもいいです。押して回転とか上下とか左右とか、この端が重油っていうツボです。重油、肩甲骨の端、肩関節の近く、肩甲骨の真ん中辺のコリコリしているのが天叢というツボがありますが、まあ、全面的にやれば大丈夫です。そして今度は肩以外に行って肩甲骨の外側を押していきますって言います。肩甲骨はここに浮いている骨なので、他の骨とつながってないので、ここで肩関節とつながってますが、こう動く骨なので、これが動きにくくなっていると首とか腕が動きにくくなりますので、これを首の方に向かって外から押していって、止まったら上に
伸ばしていきます。この肩甲骨の外側からさっき言ったこっちはまず大円筋、広背筋があって、大円筋、小円筋、極下筋、極上筋ってありますので、今ここで広背筋とか大円筋とか小円筋とか極下筋をほぐしてます。これは腕を動かす筋肉なので、この腕が上げにくいとか腕がしびれるとかいう人は、これが硬くなっている人が多いです。肩こりの人もこれが硬くなっています。今これは肩甲骨の上ですね。上で、今度は肩甲骨から腕につながる三角筋のところを、さっきこの首の付け根をやったように上から順に行きますと、これが腱梁、腱底って言うんですけどね、腱底、硬いところがありますから、そこも含めて、脇の下の方に下がっていきます。そうすると、こっちからこっちに行ってる筋肉が、ここちょうどここ通ってますので、その真ん中辺を押して伸ばす、潰し伸ばす。さっきは肩甲骨の外側やりましたが、この底よりも、下の肩甲骨の裏側に入るようにやると、そのさっき言った筋肉が少しずつほぐれていきます。そしてこの上の三角筋を把握、掴んで充熱して、今度は脇の下あたりから上腕骨の周りの上腕、上が上腕三頭筋、下の上腕二頭筋の、今これ小指側ですので小腸径、こう関節付近をちょっとギューっていって、肘から2本の骨になりますので、頭骨と尺骨という2本の骨になりますので、その間をギューっと、手のひら側が三小径、手の上側が心包径、神経手首まででもいいですよ。手のひらまでいっちゃうと、これ胴臼っていう。で、この腰側に行くと大腸径、この下の肩関節のところが肩宮のツボ、正面が肩梁のツボ、同じように把握して体重かけて沈んで止まったら伸ばす。こっち側は親指側は大腸径、硬いところはちょっとゆっくりめにして、で肘から5センチぐらい上のところが指4本、これが手のゴリ、そして肘のところが極地、中量極地、そして肘が終わって指3本あたり3センチくらいが手の三里、ここは、親指につながっていますので、この親指側ですね、今こっち、さっきはこっちやりましたけど、親指側はこの硬いの主に親指を動かす筋肉がありまして、これはですね、腱鞘炎とかなるとここが硬くなりますので、テニス肘とか腱鞘炎とかバネ指とかなんてこと、これが硬いですもんね。ここね、大腸径ですね、手の三里とかあります。で腕を上に伸ばしますってやって、今度はこうすると肩甲骨の裏側ができます。で肩甲骨の裏側を行いますって言って、今度はこれは下から上に持ち上げるようになります。で肩甲骨が上に上がってきますって、違和感があったら言ってくださいねって言って、でこの肩甲骨の裏側は肩甲下筋っていうものがありまして、これも腕を動かす筋肉です。肩関節を動かす筋肉です。この肩こりのやつです。でここに来ると上腕骨が丸いのがありますので、その上の方にと上腕骨の下の方になりますと、この奥に小胸筋という肩甲骨を裏側から動かす筋肉がありますから、これも必要になってきました。この腕を伸ばしたこの裏側が力こぶ、肘を曲げる筋肉で、上腕二頭筋です。これは下からこう掴んで、もうちょっとこう掴んで回転するような感じですね。
で腕を元に戻しますと言います。でこっちも同じようにまあ、こういうところやってもいいですけどね、もう一回こういうとこ、ここが一番こういうところですのでやってもよいし、この肩甲骨の肩甲骨曲より下ですね、押すだけでもいいし、して少しこう上下回転でもいいし、まあ、あとは両腰でこうやって両腰で押してもいいですね。こうやって押すだけでもいいし、押してちょっとこう少しこねるように回転するようにしてもいいです。これでもいいし、こっちでもいいです。これでも両腰でもいいです。そしてまた同じように肩甲骨の外側、これも早くやゆっくりいくとだんだん動いてきますから、ゆっくりやると動いてきますから、外側をやって、でこの腕の付け根のあたりを上の方から下に向かってやったら、今度はさっきの肩甲骨の外側よりも 1,2 センチ下から上にちょっと持ち上げるような形 でここまでやっぱり3線ですね。全部3線と思えばいいです。 1,2 で手を上げると3線目ですね。で三角筋 でもう時間がない場合は、関節の近く真ん中、また関節の近くの3箇所いいです。で、あまりたくさんやるよりも、もう関節の近く、真ん中、また関節の近くってこうゆっくりやった方が効きます。ある場合、もっと余裕がある場合はさらにその真ん中あたりも、それは他のところも全部一緒です。で、こういうのも細かくやらないで、一回一回をぎゅーって。大腸径、こっちが小腸径。ここ関節の近くはちょっとゆっくりめに。こっちはちょっとね、太いですので、内側と外側とかこう分けていいんですよ。内側とちょっと手の親指側と手の甲側に、時間がない場合は直線的に、で左手を伸ばしますって言って、これは3線目ですね。1,2この3線目を下から上に持ち上げるように肩甲骨の裏側を行いますって言っていきます。時間がない場合はどこかを抜かしてもいいです。課題とか見つかったらちょっと長め、ちょっと多めにやったり長めにやったりします。手を戻しますって、あとそうですね、あとこう両側いっぺんにこう体重かけて止まったら、こう上下に背骨の両側を体重かけて止まったらゴリゴリ、このやり方はちょっと頭にぶつかりやすいので気をつけてください。で、この両側の肩甲骨、両側一辺にゴリゴリゴリって、時間がないような時とか、あとこうほぐし足りないような場合って、ほぐし足りないけど時間がない、両側の大変な場合は両方一辺にやってもいいし、あとこう回転するようにやってもいいです。上下でもいいし、回転するようにやってもいいです。また両腰でやってもいいです。両腰で押していくのもいいです。それでこれ、このくらいまでやりますと、この頭をもう一回やってみますと、最初の頃より少しこうなんかこう柔らかい感じがするなっていうと、するといいですね。こう最初の頃よりもなんかこうこっちの方もほぐれてきたな、ここにこの筋肉がこっちに来てますので、そういうですね、割と腰や背中、やっぱ首とかですね、凝ってる人多いので、
さらに奥の方までやってやりたい場合は、この場合は両母趾で、やり方は一緒なんですが、両母趾だと相当深くポイントに入りますので、肘を伸ばして相手から顔を遠ざけて、体の自分の体を寄せていくと、この数字に入りますので、それをゆっくりこねるように、こねるようにやってください。押すだけでもいい場合もあります。こねるようにしてもいいです。重ねると本当に強くなります。だけど離すと、こうやってる領域が広がります。これも自分で使い分けてください。でこれはこの母趾でいきますと、さっき4趾と違いまして、このまま腰に入っていきます。このまま腰、あばら骨、肋骨が終わってきますと、こう肋骨がある間はもう押してもこう途中で止まるんですが、腰に入ってきますと肋骨がないので、もうどこまでも沈んでいく感じになります。こうなったらゴリゴリっていうよりも完全に体重をかけちゃいます。体重を腰はまず上に広背筋がありまして、その下に腰横横筋や大腰筋や長肋筋という脊柱起立筋とかいっぱい太い筋肉がありますので、それと体重をかけていきますね。まずこれは膀胱系ですね、背骨沿い。そしてその1個外側は、これも膀胱系です。背骨や膀胱系が2本あります。この仙骨の外側あたりを頭側に返ってきて、さっきより1、2センチ外側を行きますと、どこかでこの右側に肋骨が感じられてきますので、だんだん筋肉が硬くなってきますので、肋骨を押すと痛いので、その辺まで来たら指を今度は縦から横にして、背骨の方に押す感じにします。そうするとこの僧帽筋の外側ですね、膀胱系の外側からさらに外側、膀胱系のまず内側、外側、さらに3線目に入ってきます。これが肩甲骨あたりまで来て、また帰っていってもいいです。これが僧帽筋や広背筋の外側の方を行ってまして、そして肋骨がなくなってきたら、腰もやっぱり3線やってもいいです。これやり方は上を1、2、3ってやって、1、2、3、3、2、3、4、2、3って、1、2、3、2、2、3、3、2、3ってやってもいいし、上から下に下がって来てもいいです。それから1、2、3でやってみます。でこの肋骨沿い の腰の筋肉の肋骨付近が脂質のツボというのがあります。この硬いところ、ここが膀胱系です。脂質のツボ、その硬いところが見つかったら、その通りを足の方向に持っていくと、ここが腰横横筋というのが奥の方にあります。または長肋筋もあります。この近くに。でさらにその1、2センチ。この場合はもうちょっと寄りかかりにくいので、ちょっと足で蹴る感じでなりますね。それがもう寄りかかっていきます。もたれかかって。で硬いところを中心にいきます。でこっちの腸骨付近も硬いしておりますね。こっちの方、さっきは肋骨の方でしたけど、今度は
腸骨の付近、そしてこの仙骨の上に乗っかってきて、でこの腸骨の端の方、ここが大殿筋、足の股関節を動かす筋肉の股関節を足この、背中側に伸ばす方向に足を上げる筋肉の始まりで、下にこうに来ると中殿筋、ここも硬くなりやすいです。さらに足方向に1、2センチ下がって、今これは両腰を並べてやってますけど、重ねるときつい、痛い感じになりますね。ボシュレット痛すぎるお客さんの場合は、仕込んでこうやって押すだけでもいいし、押してちょっとこのようにしてもいいです。そしてもうお尻のほぼ真ん中辺を、ここはほぼ真下に押していいです。ここはこのところは奥の方に梨状筋甲って穴が開いていて、ほとんど奥にまで入っています。でこの梨状筋の下に座骨神経が通っているので、ここが硬くなると足のしびれとか、足がこう疲れや動きにくいとかなる人もいますので、この真ん中辺をちょっと深めにやって、で大腿骨、こっちの大天使に来たら、そこを避けて行ってください。違う方へ行ってください。で、こっちからも同じように体重をかけて、この下の筋を探すようにゴリゴリ。探さなかった、見つからなかった場合は、まあ、大体骨付近をやればいいです。で、あまり体重乗っけると苦しくなるので、こう少し斜めの方向に、真下にこう乗っけちゃうと苦しくなっちゃうので、少し斜めに。硬いところあったらちょっとゆっくりめに。硬いものをこう溶かすようなこういう感覚でやってください。そうすると体の中からこう自分をこう治すようなこういうそういう物質が出てきますので、相手の体の中から出てきますので、自分の方はほぐすって感じでいいです。この腰に入ったら、もう寄りかかって沈んで止まったら伸ばすって感じで、今ほとんどこう押してるだけに見えますけども、体を微妙に動かしてるので、こういう大きくはやってないんですが、こう押して止まったら伸ばす、それだけでもいいです。そして、仙骨の上の方に上がってきて、そのこの1、2センチ下を頭の方にまた行きますと、こう肋骨の付近まで来ますと硬くなってますから、ここが脂質のツボですけど、その頭側は、ここは真下はやると肋骨が痛いので、これは完全にほぼ真横です。真横に、まあ、1回でもし、ちょっと1、2回やってもいいです。これは3戦目ですね。背中の3戦目、僧帽筋や広背筋の外側の襟の方を行います。ちょっと最初の膀胱筋の方とかに僕は行ってもいいです。
必要あればまた戻ってきてください。戻ってで肋骨がないところまで来たらで、間違えて肋骨があるところでやると下にこう骨が感じますから、ここまだあまり深く押しちゃいけないなっていう、判断して、そしてこう深く押しても骨がなんかこう筋肉こう沈んでいくようなところはもう肋骨がないので十分に体重かけていいです。下に骨を感じたらそこはまだ肋骨があるところです。ここは真下じゃなくてちょっと横の方にやってください。で自分のこの腰の位置をこう変えてったりするとちょっとこう方向変えるぐらいで、頭の位置とか腰の位置を変えると方向が変わるので、これ自体で充熱してるか充熱になります。左右充熱になりますね。上に上げてもいいし、こう自分の向きを変えてもいいです。いろいろ工夫してください。とにかく自分が受ける側だったらどうやってほしいかっていつも思って、で分からなかったら相手に聞くっていう感じで、今ちょっとビデオ撮影であまり聞いてませんけども、実際はなるべく自分をこうゆったり、あまり慌ててやると余裕がなくなってしまうので、なるべくゆったりやるようにして、そしてすると余裕が出るので、こういろいろお客さんに聞いたり、まあ普通の世間話のようなことをしたりしながらできます。で次はこの大天使なんですが、大腿骨の骨頭で、この奥が股関節ですね。ここをちょっと掴むように把握するようにして、その場所を探すようにして、その頭が大腿筋膜張筋という筋肉で、経絡でしては短径です。ここは硬くなりやすいです。ほぼ真横ですね。ここはちょっと人を指を立てるようにして押して止まったら伸ばすって言ってもいいと思います。ちょっと効くところですね。で今度せっかくこっちまで来たので、この戻る時には1センチぐらい下から上に大腿筋膜張筋を持ち上げるように、それゴリッとなりますからってください。これも腰が痛いとか、足腰がこう疲れやすいとか、立ち仕事の人とか運動してる人ですね、これが高くなりやすいですね。で今度はこの短径ですね、大腿太ももの大腿筋、これ大腿下腿と言いますが、横ですね、真横、ズボンのラインのところですね。ここは縦板ぐらいでこうやってやってます。よだちぐらいにはこうやって私服でやります。強めのように回し頭でこう、やってます。で、これ経絡で言いますと、短径なので、頭の横から首の横で脇取って、短径なので、首が硬い人でこっちの方も硬い、現地じゃないですが人もいますので、そういうような関連性を見ながらやってもいいです。そういうのが分かってくると、全員ではないですがそういう場合もあります。ここからは今度はここ頸骨で、こっちが腓骨ですね。腓骨の上に腓骨筋という筋肉がありますから、もう腓骨、このこっちの腓骨を、こっちからの骨を押して、さっきこの肩甲骨をやったみたいに押して、ちょっと引っかかってきますから、それを上にこう伸ばしていくように、でそれを戻す、押し、腓骨を押して上の腓骨筋という細い筋肉を伸ばして戻す、腓骨を押して戻す、押して戻すって言って、できなくなったらアキレス腱を噛んで足の両側をやります。でこっちも同じように飛び出てる骨を探して、大天使の両側上下を掴むようにして、
して大天使の頭側の大腿筋膜長筋を押して伸ばすってやっていきます。で1センチぐらい下を上に持ち上げながら戻ってきます。で次に大天使を通り越して足側のももの横のところを押して 上の膀胱径もこう掴むような形で、こっちが単径で膀胱径いきます。そしてこっちにピタラ立って腓骨を押して皮腹筋を掴んで戻す。そして腓骨を押して戻す。アキレス腱を掴んで足の両側を掴むって感じですね。で、まあ、ここで終わってもいいんですが、まあ、最後の仕上げにザーッといく場合はまたここを、まあ、もう簡単にこう少し1回ぐらいずつやってもいいし、ちょっと回転気味にこう優しく最後ですね、優しくやるようにしてもいいし、ちょっと1回ぐらいずつ来てもいいです。それでは用紙で腰の辺をしたり、この大臀筋の始まりとか横の中臀筋とか真ん中の梨状筋とか座骨の上とか座骨の下のこれは小腹のツボですね、小腹のツボ、ハムストリングの真ん中の陰門、まあ、この間をやってもいいですけどね、押して止まったらちょっとこねるようにほぐす。で、あとこの膝の周りが硬い人が多くて、ここがあまり硬くなると腰も痛くなってくるので、この膝はちょっと痛いところですけど、膝の中心やその上やその下のふくらはぎの始まりあたりですね、ここをちょっと多めにほぐして、ここが一中、膝の真裏が一中、でふくらはぎの真ん中より2、3センチ上が小座、ここ痛いところですね。そしてずっと手付けの上の方をたりします。こうやってこうやって押すだけでもいいし、回転で来てもいいです。で、さっきはこうやってやってましたがね、いろんな方向からこうやってやってもいいです。で、あと両腰で背骨のループバーをこういう腰椎ですけども、腰椎に置いて体重を相手の頭側の方にグイーッとこうやってやってもいいです。肘を伸ばして少しこう回転してもいいです。押すだけでもいいです。こうやってこの辺来たらもう真下でいいです。真下で線ですね、まあ、この辺からこうやってやる場合もありますけど、まあ、この辺ちょっとあまり体重かけて苦しい場合もありますけども、まあ、必要だったらこの辺からやってもいいです。ずっと来てもいいです。まあ、腰あたりからはそんなに苦しくないので、この辺からでもいいです。ずっと仙骨の辺まで行っていいです。抜かしてもいいです。大臀筋、中臀筋、梨状筋、座骨、座骨の下、小腹、ハムストリング、陰門、今言ってる膀胱径、一中、膝の上や下、小座、そして一番最初始まるときには周章と周頭でやりましたけども、今度は帽子、両帽子で、かかとの付け根とか真ん中辺とかちょっと上のこの辺が有線のところです。ソーラープレクサスですね。まあ余裕があったら内側とか外側とかもやっていいですけども、また上げ方もできますので、そし
で、まあ、であとまあ相手がすごく体格がいい人で自分の力足りないと思ったらこういうナックル拳で、他の場所もそうですけども、他の場所もそうですけども、まあ、こういうところも手根部でやったりナックルでやったり、こういうところもそうですけど、こういう他のところでやってもいいんです。こうやっても、はい、こんな感じでうつ伏せが終わります。じゃあ、そうしましたらゆっくり起き上がってくださいね。はい、そうしましたら、顔のクッションを取ります。